この作品を作った一番のきっかけはまず美しい音楽がそこにあることと、それから巨大なテーマである人間の意志と、そして欲望との葛藤、人間が生きる上でのさまざまな運命の中に死がそこにあって、必ずしも解決しない複雑な人間の精神性がそこにベースとしてあるんですが、ただ2人のトリスタンとイゾルデという2人の男女の葛藤の中にどうしても乗り越えられないものがあって、それは人間が抱えているさまざまな矛盾が社会性や政治的なものを超えた個人的なものに置き換えるということも一つの作品を作る上での重要なものだと思ってました。で、そこにあることは、トリスタンは言います。リゾルデと言い、歌い合います。私は、トリスタンだ。私はもうアリゾルデじゃなくて私たちは一緒なのだと。トリスタンも同じように僕はイゾルデであると。もうトリスタンではない。2人は一緒になったんだ。しかしその融合することが必ずしも成就しない人間の葛藤というか、そこに生と死がどうしても融合されない、ある意味ではシンボリックな内容を形作っていると思います。この装置は、ある意味では海を、模したもの、劇場としての効果として、そのオペラのベースにある海ということも重要なわけですが、海の航海というか、広々とした海と人間の内面の奥深さを表すためのある意味ではシンボリックな装置になっています。で、体は2人が溶け合うように、しかし決して一体とならないもの、そういうことをテーマにした動きもなっています。声がさまざまな感情を表すように、体によっていろんな感情が現れてくると、それが、一つの目的であります。完結しない物語がこの、ダンスピースの、メインのテーマでもあります。勅使河原三郎さんの作品では常に、照明、光というのがとても大きな、役割を果たしています。それは効果としてというよりも、環境の一部、装置のような、あるいは季節とか天気とか自然に近いぐらいの、感覚のものとして私は、環境として受け取ってます。音楽もそうですけれども、踊り自体は音楽や照明によって作られる、空間、あるいはその、流れによってできている構成によって導かれることが、とても多いです。明かりの感じ方、自分の体がその明かりの中にどのようにいるか、それがどのように消えていくか、あるいはついていくかということによって、動きの質感というものも、おのずと生まれてくる、あるいはこうあるべきなのだろうということがそこから、教わる。もう彼は、それを考えて全て作ってるんだと思うんですけれども、私自身は踊っている時にはそういう、作られている構成によって、自分が、周りの環境を敏感に感じてどうあるべきかということを常に探っているので、本当に動きと照明、光と影というのは切り離せないものです。